札幌では主流の地下鉄ではなく使いづらい JR で行かなければならないためクソ不便な模様。マツダスタジアムも広島駅から徒歩でそれぐらいやし、遠いのは散々知られてるから熊が出没して危ないとか新しい情報が欲しい。20分なら許容範囲だわ。仙台駅から絶命パークまでと変わりないんだよなお。名古屋も最初はかなり遠くから歩かされた記憶。島民は歩くの好きだから平気平気。20分も歩いたらぶっ倒れるわ。どこの田舎やねん。球場行ったことないんやが一番アクセスええのどこなんや。東京ドームあたりか。行きやすさでランキング付けするとしたら、都心で駅から近いという意味では東京ドームハマスタ京セラやないの。ツムスタも広島駅から結構歩くよな。地なしとしては到着するまで周り真っ赤やしワクワクできるからええけど、楽天は仙台駅から距離は長いけど歩道広くて一本道やからだいぶわかりやすいな。帰り上り坂でだるいけど、札幌も福住駅から体感でそれくらいかかったぞ。ただの大通りをまっすぐ歩き続けるだけでつまらんかったからな。徒歩20分やけど、千葉マリンみたいに信号とか階段とかないから歩きやすい。北広島駅から徒歩で球場を目指す場合、サイクリングロードエルフィンロードを通ることが一般的な道。徒歩20分ってのも人がおらん時の時間やろ。混んでたらもっとかかるって考えるときついやろ。 Google マップで調べたら駅からエスコンは JR から名古屋と同じ 1.9 キロだった。あのくらいなら余裕で歩ける。北広島まで徒歩25分もきついけど、2万人入らない試合で60分待ちの新札幌行きシャトルバスはもっときついと思う。球場の雰囲気めっちゃ良さそうやから一度は絶対行きたいわ。応援団の席が外野じゃなくて高校野球みたいな位置なんだよな。バックネット裏の上の方で静かに見たいわ。意味はうるさくてかなわんわ。それだけ不満かな。なんか思ったより微妙なんだよなエスコン。暗いし、狭いし、開放感全くないし色合いも悪い。そもそもなんやけどエスコンフィールドって絶賛するほどでもなくない？メジャーじゃ普通の球場。開幕戦大丈夫なんか。あのドーム埋めれるの嵐ぐらいやろ。場所はともかくエスコンでやりたいって歌手は普通におるやろ。一番クソなんは球場は完全キャッシュレスやのに、バスは交通 IC 使えないことやわ。WBC より高いのほんまくさ。これで売れてるの怖すぎる。ヒグマというモンスターとエンカウントする確率あるんだし、駅から徒歩20分と快感でしょ。徒歩20分って道民からしたら目の前みたいなもんやろ。エスコンの飯、こったの出すせいかどこも回転悪くて大行列。オペ慣れたらマシになるんかね。道外から遠征するなら、エスコンの方が球場の質の分満足度高いやろうけど、道民が野球観戦するには札幌の方がええのは間違いないやろ。車で行ったら着くまでに渋滞でイライラマックスなりそうやな。道中で熊に襲われて死にそう。電車が鹿を引くのはよくある。エスコンの試合見に行った友人いるんだけど、札幌ドームの方がいいって言ってたね。アクセス最悪だし屋内なのに寒いし、みんな札幌ドームが恋しいってさ。事実なのは屋内が寒いってことだけだな。